ちは、あっちゃんです。はい、今日、11月の10日土曜日、しゃぶしゃぶリベンジです。はい、ということで、昨日ね、子供がもう寝ちゃったんで、で、子供はしゃぶしゃぶ食べてない、あっちゃんは一人食べてんけどね、まだまだお肉があるんで、しゃぶしゃぶを今日もしてあげようと思ってね。うん、だから、今日はね、食べるでしょう。はい、では作っていきます。で、人参をちょっとまずスライスして、もうね、入れときましょう。人参スライスはね、よく見えるように入れます。大根、大根もね、スライスして、バツイでした。なんかボテボテ音が違うな、また。今大根好きやからね、大根とかやっていきましょう。はい、白菜はまた便利ね。ちょっと最初の方に切れたバツイメはさっきちょっと見ときましょう。しょ、で、白菜、白菜もこれあっちゃってもらうか。白菜もね、芯のところ硬いけど、煮やしたら美味しいでね。あちゃん好きやから煮やっことかどうや、これぐらいに、基本は好きやけどね、まあ、適当に切って入れます。これも硬いところね、芯は先に煮やしておきます。しもちろんね、スープは昨日の残りじゃないです。でじゃあ、えのき、子供歯に詰まるくらいで食べへんしね。ひらたけ、ひらたけの石突きを切って、ひらたけ美味しいからね。おいしめじ、はい、ではいただきます。あっちゃんは2日連続でしたわ。今日しゃぶしゃぶ、上はおらへんの今日、だから今日は2人でしゃぶしゃぶです。もうお汁もったいないしね、昨日食べる、多分しゃぶしゃぶでいい、しゃぶしゃぶ食べるって言うから、昨日食べられへんけどね、寝てしもうだから。ピュアなしゃぶしゃぶでいけるからな。もうちょっと火強そうか。よいしょ。熱っ。あ、出た。どう？味いけてる？いけてる？野菜も食べな。肉ばっかりだあかんで。キノコはいい、ヘッドして。うん。大根やったら食べられるやろ。たくさんね、ことも行けるよ。食べや。豚入ってんだよな、僕は。こっちの方に。あ、牛か。うん。おいしい、おいしい。2日連続でも大丈夫やわ。
さまいもと大根にやなかな。これシャキシャキやな。もうちょっと温度か。あんまり温度上げすぎるよりね、あのちょっと煮え沸騰するかせんかぐらいが一番豚さんがね美味しくやっこく煮える温度だよね。もうその辺いけるね豚は。うん、今日どこの豚な。こっちに豚新しいねんで、見てるかな、ひだたけ。まだまだまだ、こっちはこっちはまだやって、この辺やって。聞いとんのかいな人の話。聞いてなかった普通に。この辺、これもな。話聞いとれ。マロニーをね、こうたったつもりが ないのよ。ヨスでね、独特用で使っていくんだけど、買っとかな。ナビのシーズンはな、マロニーは大事。うん、しんと。白菜美味しいな。白菜いっぱい食べよう。昨日ね、一人で食べ過ぎてさ、お腹痛かって言うのね、食べ過ぎてお腹痛くて、定期ライブもね、お腹パンパンやったよ。終わって寝るからね、やっと消化しよう。白菜が美味しい。大丈夫や。もう豚いけんじゃん、この辺な。本当によくね。そっちの方いけるからな。これ食べてみよう。これ本しめじ、味しめじってやつ。うんって言ったな。味しめじ、いや食べてみ、おいしい。な、食べんかった。きのこはね、先入観で食べん。きのこの形とったら食べんね。前、キノコ風味のキノコ全部ペーストにして作ったら味は美味しいって言ったもん。自ら大根を取った。大根いけるやろ。いいとらよ。うん、
いうのもあるから全部食べてええで勢いで。いやね、あっちゃんもヒカルもちょっとダイエットを兼ねて炭水化物を抜きますわ。ご飯をやめときましょう。一応大変けどね、最後にね同水にしようかなと思って大変けど、今日もお肉だけでお腹いっぱいになってもらおう。なんかねいっぱい食べても消化エネルギーで太らへんらしい。うまかよ。大丈夫だよ、もういけるよ。大根のね薄切り美味しいね。しゃぶしゃぶの時はね大根薄切り、今あっちゃん輪切りにしたけど、輪切りね縦切りにしてね、短冊にしても美味しいね。人参もね、薄切りにしたらねこのお野菜もしゃぶしゃぶで食べられるから、美味しいね。しゃぶしゃぶはいいね。こっちの方が大丈夫かな。入ってんじゃん、この辺もういけるんちゃうかな。いけるいける。ではまんちゃんもいいわ、お腹いっぱい。
カメラを止めたら喋るかな。喋ったやのにね、うん、多分昔はね普通にカメラ回っても喋ってんけど、うん、なんでね、今日なっちゃんの喋りが喋るわ。はい、ということで、今日のあっちゃんの晩ご飯、しゃぶしゃぶしました。で、今日の上がおらへんねんけどね、下と二人で、しゃぶしゃぶで食べました。昨日のねスープ温めて食べてんけどね、うん、美味しかった、うん、2日連続あっちゃんはしゃぶしゃぶですごい贅沢な気分です。またこのしゃぶしゃぶの汁をね明日また使って何かにするかどうか、うん、また何かしら考えたいと思います。はい、ということで今日のあっちゃんの晩ご飯この辺で終わりにしたいと思います。ではまたね、バイバイ。2日連続しゃぶしゃぶ、今日は昨日1人で今日は2人、もしかしたら明日3人でしゃぶしゃぶになるかもわかんない、嘘わかんない。まあそんなこんなで、ね、今日のあっちゃんの、しゃぶしゃぶ1人増えて2人でしゃぶしゃぶでした。はい、ということでね、はい、しゃぶしゃぶ良かったよと思ってくれたら高評価を、応援コメント、チャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。